イーストコースとグリーンウェイの一部であるアメリカンタバコトレールイーストコースとグリーンウェイはアメリカ合衆国の東海岸を南北に縦断する自転車、トレッキングなどのための道路網プロジェクト。メイン州カレスからフロリダ州、キーウェストまで都市間をつなぎながら約3000マイルにわたる小道であり、距離や概念としてはヨーロッパを縦断するユーロベロと一部類似したプロジェクトである。 育グプロジェクトは1991年に開始され、2010年までに完了を目指している。アメリカンタバコトレールはこの育グの一区間を構成するレールとト,トレールプロジェクトの一例である。プロジェクトはそれぞれの地方自治体や民間団体が推進し、全体計画は NPO であるイーストコーストグリーンウェイアライアンスが推進する。1991年に 長距離サイクリング愛好家のグループがニューヨークに集合し、既存や計画中のグリーンウェイを相互接続し、大西洋岸沿いを一つの観戦ルートとして形成するため、NPO、イーストコーストグリーンウェイアライアンスを設立。1992年夏には、イクガがボストン、ニューヨーク、バーモント、ワシントン DC からの9人の自転車愛好家たちで30日間の 貢献的自転車旅行を実施。1999年6月には、ホワイトハウスが選定した、ナショナルミレニアムトレイル16ルートの一つに選ばれる。2000年2月から6月にかけて、フロリダ州キーウェストの海水の便を、イクグを通って、東海岸沿いを北上し、カナダまで届けるという、イベント、育グウェーブリレー開催。ナショナルミレニアムトレイルの選定を記念するとともに、 人力の交通手段を見直すため、全工程人力の交通手段によって運送された。感染ルートは、下記の州を接続している。メイン州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネティカット州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラベア州、メリーランド州、ワシントン DC、バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州、 ありがとうございます。